長い付き合いだ。こんなに手こずってんのは初めてだ。大丈夫なのかよ、探偵。なんだよ、ピンピンしてるぜ。本当に俺が来る必要があったのか。あの悪魔を甘く見る。やつはお前の右腕を奪い、強大な力を身につけてる。先に。遅れるの。ああ。ドイって名前だっけが、妙なやつだ。まあ、そんなことより借りを返さなきゃな。あのデカブツに。おい、戻ってきたのか。お前がいなければ話にならんだろうな。俺たちで片付けといてやるよ。てめえを先に行きね。来たかいはあったってわけだ。人のものは盗んじゃいけないってママに教わんなかったか。まあいいさ、ダンテには悪いが、俺がてめえをぶちのめす。やべえぞ、これでおしまいだ、何もかも。第2ラウンドだ。寝ろ、お前は逃げろ。俺もまだやれる。ブーイ、寝ろ、連れてけ。余計なまねしやがった。それだ、行くんだ。寝ろ、明日はどいなんだよ。ヤツの力は予想以上だ。俺たちの方が負けじゃない。俺が明日まといだと。悔しがる暇があるな。強くなる方法を考えろ。もしダンテが負けたら、ユリズムを倒すのはお前の役目だ。ユリゼ、あのデカブツのことか。ああ、魔王ユリゼ、それがお前の腕を奪った悪魔の名だ。
おい、ダンテはどうした？足止めしてる。だが、おそらくは。負けちまったって。構うな。今の俺たちには何もできん。周囲の都市は完全に機能を失っています。政府はこの状況に悪魔だ、俺は見たんだ、レッドグレープは悪魔に支配されて祈りましょう。これは我らに与えられた試練なのです。黙示録に記された終末の時。ろくな番組やってねえな。ところでどんな気分だ？何が？自分の親父を殺したやつを助けに行くっていうのはどんな気分かってことだよ。私と母を捨てた男だ。何の感情もないさ。ま、アグナスがいい親父だって言われたらその方が驚くけどな。とはいえ、あの男の研究資料からは多くを学んだ。そこだけは感謝してる。おい、タバコやめろ。匂いこもるだろ。おい、ニコ。見えてる。突っ込むぞ。あんまり揺らすな。音が飛ぶ。
さっさと逃げな。あとは俺が引き受ける。無茶だ、相手は人間じゃないんだぞ。やらせてやれ。奴は悪魔退治させるもんだ。おい、何しろ下がれ。そんな悪魔退治何しろってんだ。腕だって。これなら納得か。さあ、ゴミ掃除の時間だ。あいつはもともと右腕の力で悪魔を貸していた。だったら義手にもその機能をつけてやった。おい、気をつけろ。数には限りがあるんだぞ。分かってるよ、うるせえな。今のうちに避難させて。邪魔だ、ダッキーだ。趣味の悪い観葉植物だ。なるほど、こういうのは燃やしちまうに限るな。避難はさせたが、その場しのぎにしかならんな。どういう意味だ。あの兵士の言葉から考察するに、町は今も魔界化を進めているようだ。放っておけば完全に地獄になるだろう。この町だけでなく、世界中がな。ヤマトの力か。教団の資料見せてやったろ。ディープ&テイクだ。セリタモン、ご飯できたわよ。わかった、すぐ行く。先に行ってろ、俺はここだけ済ましとく。了解。ひょっとして腹でも減ってんのか。だったらちょうど食事の用意がある。キリはいつもおめえに作るからな。うるせえガキどもも一緒だけど我慢してくれ。悪いやつらじゃないんだ。なんだよ。俺に何か用か。お前、悪魔だ。エロン、どうしたの？キュリア、来るな、そこにいろ。
返してもらうぞ。あまり時間がないな。V も到着したらしい。合流するぞ。この先は車じゃ無理だな。だったら歩いていくさ。あ、ちょっと待って、渡すの忘れてた。なんだよ。なんだよこれ。モリソンからの手紙だ。それより仕事の準備だ。わかってる。ご注文は？あれは V か。俺の方が先にスイッチマンか。どいつもこいつもタバコくせえな。人間か。まだ生き残りがいたとはな。この辺で男を見なかったか。杖をついたやつだ。ここで待ち合わせをしてる。まさかお前が食っちまったってことはねえよな。食ってなどいねえ。貴様らの血は大切な贄で、この俺が魔界の王となるために必要なものだからだ。魔界の王？お前が？やめとけよ。どう見たって柄じゃねえ。人間ごときが舐めやがって、このゴリアテ様の恐ろしさを知らんと見える。お前が喋るたびに腹が曲がりそうだぜ。死んでたまに俺であの果実をやつを出し抜いて、俺こそが魔王に。うめえな。我は苦い嘆きと悲しみで
自らの星を呪う。我が愛しき人を核も高め、我を低めたその星。読書をしてた。のんきなもんだぜ。あの中にダンテはいると思うか。ユリゼンに敗れたとすれば、すでにクリフォトの養分だろうな。なんだって？クリフォト、魔界に入る大樹だ。クリフォトは人の血を吸い成長する。血を吸われた人間はあのざまだ。まあ、とにかく行ってみるしかねえな。生きてりゃ助ける、死んでりゃ諦める。だがまずはクリフォトの根の駆除が必要だ。なあブイ、ずっと思ってたんだが、あんた一体何者なんだ？失礼、道が狭かったもんでな。お前が V か？ちょっとそれ取ってくれ。それだよ、足元の。新しい獲物が作ってやれそうだ。そりゃよかった。とりあえず作戦会議と行こうぜ。二手に分かれるか。そうだな、手分けした方が早そうだ。完成したぞ。代金が先だ。材料はこっち持ちだろ。仕事には対価が必要だ。私のような一流の仕事にはな。だったらもっと頑丈なの作れよ。いちいち壊れて大変なんだよ。お前が攻撃を食らわなきゃいいだけだ。これ以上に機能美がない。いや、芸術家気取りがねえじゃねえよ。芸術家？操作悪いか？私の祖母は45口径の芸術家と言われたダンスミス。だから私も祖母のようになりたいと思う。つまり芸術家のような職人だ。だから私が作るものは芸術でなければならない。それが銃だろうとマグだろうとか。以上。何か質問あるか？俺はそろそろ行く。どこかで道が重なるか、そうでなくてもクリフォトの下で落ち合おう。ああ、お前はどうする？一服してから考える。欲しいものがあったら今のうちに言え。じゃあ俺はこっちから行くか。後でちゃんとついてこいよ。怠け者の相棒で困るぜ、まったく。
せっかちなやつだ。だけど話が早いのは嫌いじゃないぜ。確か、ダンテの知り合いも。レイじゃないか。お前も知り合いか。お得意様だよ、ガースミスだった頃のな。なんだよ。この状況、キリエになんて説明したらいいかな。冗談だよ。先に戻るぞ。マジでキリエがいなくてよかった。なあブリオ、本当にあの小僧にユリゼンを倒せんのか。今はやるべきことをやるだけだ。行くぞ。気をつけろってか。そんなこと言われるまでもねえよな、ブレ。お前は限りなく不安定な存在だ。ちょっとした弾みで消えちまう。自信がねえんなら逃げてもいいんだぜ。欲望を抱けば行動せぬ者は疫病を生む。だそうだ。だったら手伝ってやるよ。だがとどめはお前の役目だぜ。俺たちが所詮幻。悪魔を殺す力はねえからな。避けられた。避けられちまったな。ニーズヘッグ、相変わらずムカつく野郎だ。どっかで見たな、お前ら。どこだったっけかな。頭が悪いのも相変わらずだ。おい、ほっとこうぜ。どうせこいつはクリフォードから離れられねえ寄生虫みてえなもんだからな。バカにしてないな。俺のことバカにしやがったな。あっと、怒らせちまった。殺してやろうか。殺してやろうか。違うな。俺がお前を殺すんだ。空は鳥のため、海は魚のためにあるのこと。軽蔑すべきものには軽蔑。ベーザーで今度は逃げんのかよ。やっちまめのかよ。あれは
さすがに俺の手には甘い。どうにかやり過ごせそうだぜ。ついてるな。利息の値段。しょうがないさ。地下だもんよ。駆除が楽でいい。手当たり次第片付けるぞ。マルファスね、厄介だね。マルチュウ、見慣れねえやつだ。あのことは捨ておくと言われた。あんなやつ魔界にいたか。まだスパーダの結束が残っている以上、万が一がないとも限らない。ロイナ、必ず見つけ出し、破壊しろ。それでこそ、あの方の支配は盤石となる。なるほど、貴様の正体のようだ。ならば多少は加減してやろう。母親を相手にするように繊細にな。はい、問題ない。やつを追わなくては。負けんスパーダが残されているな。それが俺たちの最後の希望だ。探してどうすんだ。スパードを扱えるのは力と心、覚悟を兼ね備えたものだけだ。力を失った今のお前にあれは扱いきるね。そうだな。だがネロならどうだ。行くぞ。スパートに近づけば俺にもその場所は分かるはずだ。とりあえず命に別状はなさそうだ。記憶や意識があるかはまだ分からんが、私が解放しておく。お前は先に進んでろ。ああ、そうだな。あいつか。ほっとくにはでかすぎるな。やるしかねえか。ニコ、すぐに準備してくれ。何やってんだ、そんなところで。手伝ってやってんだよ。てめえの見えねえところでな。頼んでねえよ、別に。なんだと？こっちは任せるぞ。俺は先へ進む。
さっさとこいつをぶち壊さなきゃな。目を覚ました。意識もはっきりしてる。何か聞きたいことがあったら聞いてみろ。ああ。おい待て、せっかくのサンプルを放置するな。やっぱりダンテは負けたのか。おそらくはね。ダンテやトリッシュはあんたと同じような目にあったのか。少なくともトリッシュがそうだと思う。一緒に囚われたから。でもダンテがどうなったかは私には分からない。そうか。この先は車では進めんぞ。知ってるよ。だからあんたを待ってた。こっからあの木に続く道は一つだろう。待てるよ。すぐに準備する。元気そうで何より。あんたもね。さっき手に入れた財布なんて出て。素晴らしい。また良作が生まれそうだ。あいつのこと信用していいのかしら。さあな、使えるうちはほっとくさ。あんたはゆっくり休んでくれ。まだ体も動かないの。仕事だ、レディ。休んでろって言われたばかりなんだけど。悪魔大臣についてはそうだな。だが仕事はいくらでもある。先に進むには道を広げるしかない。特貫工事だ。とりあえず、何か着るものを貸してくれる？大量だ。目障りだ。言われなくてもそのつもりだよ、こっちは。やっとここまで来たって感じだな。なんだよ、もうバッたのか。少し昔を思い出してた。この町は以前にも悪魔に襲われてる。以前？俺はその時ここにいた。ちょうどこの場所で遊んでいたんだ。あの赤い屋根の。
ここからは別行動だ。先に行け。おじがついたのか。そうじゃない。魔剣スパーダを探しに行く。スパーダ。気が進まねえな。あんな剣なくたってどうにかなるさ。俺もそう思ってた時期があった。だが、使えるものは使うべきだ。俺も。どういうことだ。気にしてもしょうがねえか。いいタイミングだ。やっと相棒らしくなってきたな。褒めても割引きませんぞ。さっさと乗れ。後戻りはできねえか。まあ最初からそのつもりはねえさ。本部の役よ、ダンテはいねえか。どこに行った。干からびたにしても死体ぐらいはあるよな。死にに来たのか。なんだよ、おしゃべりできんのかよ。思ったより賢いんだな。ユリゼンだっけか。妙な名前しちゃうって。我に七度ない。我は力、ただ一つの絶対的な力だ。名前がない。そいつは困った。クズだ。死ね。もう足手まといなんて言わせない。やってやる。ようやく一発入れてやったぜ。人間ごとき悪魔の力すら持たぬ貴様がこの俺に触れるとは。チリアクタのごとき貴様がこの俺に。なんだ、後悔させてやる。半端な力を持って生まれたことをな。悪夢を見せてやる。そして絶望の中で死ね。所詮は人間、それが限界だ。人間などというつまらぬ因子を抱き、生まれ落ちたそのことを恨むのだな。
よ。貴様、何者だ。何だ一体、あの悪魔。ノックぐらいしろよ、モルソン。だったらガキぐらい行かれるな。悪いニュースといいニュースがあるが、どっちから聞きたい？どっちでも。じゃあ、悪い方から行こう。アディ王女様がお怒りだぜ。誕生パーティーに誘いたいのに電話が繋がらねえってな。電話は止まってる。ついでに言えば電気も水道もな。なるほどね。で、いい方のニュースってのは？でかい仕事が入った。前金もたんまりだ。そいつは確かにいいニュースだぜ。受けてやんだらよ。とりあえず金くんねえか。トイレの水が流れない生活もさすがに飽きるだぜ。そう言うと思って電話に水道、電気代立て替えといてやったぞ。デビルメイクライ。ちょっとダンテ、やっと繋がったわ。もう今日の夜、私のバースデーパーティーよ。18歳になったんだから、プレゼントも我慢してあげる。だからちゃんと出席しなさいよ。モルソン、仕事の話をしてくれ。お嬢ちゃんの誕生日会に出ないんです。いいだろ。こいつが今回の依頼人だ。話を聞いとけ。俺はレディとトリッシュに会いに行く。俺一人の仕事じゃないのか。だろ。でかい仕事だ。人手がいるのさ。名前くらい名乗ったらどうだ。僕には名前がない。まだ生まれて2日目だ。冗談だ。ルイと呼んでくれ。で、仕事の話ってのは何だ。強大な悪魔が復活しようとしている。お前の助けが必要だ。今までもそんな依頼5万とあったぜ。最強の死去、すご腕の殺し屋だが、どいつも肩透かしだったぜ。そいつは楽しめんだろうな。もちろん。その悪魔はお前の戦う理由そのものだからな。その悪魔の名は？なんだありゃ。見つけたか。
よくわかんねえが、悪魔どもが踊ってやがる。行ってみるか。この先にあるのは間違いないしな。魔剣スパーダを崇めてんのか。よくわかんねえやつだな。おっと、邪魔すんなってか。そいつを返してもらおうか。お前たちに崇められたらスパーダを取るんだよ。やはり俺には使えんか。心はあっても力はねえ。悲しいもんだな。だがネロならこれを扱える。すぐに戻るぞ。信じられねえ。生きてやがる。魔剣スパーダの気配がダンテの気配を覆い隠している。運のいい野郎だぜ。お前がユリリンに殴らせてしまう。いや、そもそもお前がいなければ。おい、何してる。ブーよせ。そこに隠れてるのよ、なんて。何があっても出てきてはダメ。私はパーシルを探しに行かないと。必ず戻るから待ってて。でも、もしも私が戻らなかった時は、あなた一人で逃げるの。そして名前を変えて別人として生きてきなさい。本当に刺されるかと思ったぜ。こうでもしないと目を覚まさんだろうと思ったからね。しかし今日何日だ。6月15日だ。ってことは1ヶ月近くも寝てたってわけだ。道理で体が硬いはずだぜ。ネロの小僧がユリゼンの元に向かってる。てめえも急げ。ダンデ
あの小僧が許せないぞ。ネロを巻き込むんじゃねえ。こいつは俺の仕事だ。お前がユリゼンに勝てるならな、俺だってあんな小僧に頼りはしなかったさ。だが奴は、ユリゼンは俺の想像以上の力を身につけてた。嫌な匂いね。ああ、魔界の吐き溜めの匂いだ。さっさと終わらせて。まさかここまでとは。ビビったんならやめときな。お前の手に泳ぐ相手じゃねえ。そうだ、あと思います。おい、ブレイン、ここまで来て逃げんのかよ。何事にも保険は必要だ。俺はあの小僧を連れてくる。あっさり逃げたわね。何者なのあいつ。気にすることはねえさ。とりあえずはゴミを片付けるんだけど。獲物は早い者勝ちでいいのよね。いつものことじゃない。先に行くわよ、だって。確かめさせてもらうぜ。本当にお前なのか。世界で1番目と2番目に恐ろしい女だぜ。その2人を軽く倒してしまったことは、どうやら大当たりらしい。ダンテ。飲みの綱に連れてきたネロも何の役にも立たなかった。ネロ、お前は逃げろ。行くんだネロ。アステマトイなんだよ。俺がアステマトイだと。やつの力は予想以上だ。もはや俺たちの出るまでじゃない。力だ。
剣スパーダなどもはや何の意味もない。貴様らには働いてもらう。俺がさらなる力を手にするためにも。そろそろ休憩をお休みするか。急がなきゃ。こいつはネロには酷な仕事だぜ。待て、まだ話が。そこで休んでな。一応礼は言っとくぜ。随分趣味の悪いコーディネートだな。え？スタイリストは誰だ？待ってな。すぐに着替えさせてやる。お目覚めはいかがだったな？特にいいとは言えないわね。だって、あの悪魔の正体は。大丈夫だ。少し寝てろ。ダンテ！トリッシュを頼んだぜ。おい！待て！ダンテは？言ったのね。ああ、勝てるかどうかわからんが。うい、あなたは知ってるの？あの悪魔の正体を。ユリゼンなんて悪魔はいない。私も魔界生まれだからそれぐらいわかるわ。あなたは何者なの？俺は何者でもない。何もかも失った抜け殻だ。
話してやろう。俺が生まれた時の話を。度重なる敗北の果てに、その男の体は限界に達していた。だが、死ぬわけにはいかなかった。男にはまだなすべきことが残っていた。それは、双子の弟に勝つこと。ダンテ。鎖を断ち切る。我を戒めるその重き鎖を。その弟に勝つためには、滅びゆく肉体を、感情という弱さを。人と魔を分かつヤマトの力で捨て去らなくてはならない。そして男は純粋な魔となった。崩れていく肉体をわずかに残った魔の力でどうにか食い止めてきたが、それももう限界が近い。切り離され、人の魂だけになってようやく俺は自分自身が犯した過ちに気づいた。俺が力を得るために捨てたものがいかに等しく重大なものだったか。それでダンテに依頼を。そうだ、奴なら過ちを正せると思った。かつて俺だった男の過ちをな。なあ、教えてくれ。俺は正しかったのか。私はあなたのお母さんじゃない。何も教えてるのはあげられない。行きましょう。あなたには見届ける義務がある。肩慣らしにはちょうどいいか。やっと追いついたぜ。クソッタラのせっかちやめろ。おい、ダンテ、当てるってんならいつ。かつて俺が悪魔の力に目覚めたのは、一度バージョンに投げた時だった。胸にこいつをぶち込まれてな。ずっと考えてた。なぜ親父は俺にリベリオンを与えたのか。何言ってやがんだ急に。今まで散々いろんな奴に刺されてきたが、自分で自分を刺すが来るとはな。おい、何やってやがんだいきなり。ヤマトの力は人と魔を分かつ。だとしたら俺のリベリオンは。まさか吸収してるってのか、スパーダを。うわー、
まさかダンテなのか。そうなんだろう。そうだよな。あんたが簡単に死ぬはずがない。仕方ねえ、見せ場はあんたに譲ってやるよ。待てよ、ダンテ。ダンテ。相変わらず何も分かっちゃいねえらしいな。だがそれでも俺は負けん。すでに時は満ちた。なの？まずいな。つらかるぞ。まずい。あの果実が奴の手に渡れば。クリフォトは今完全に姿を現した。多少予定は狂ったが、何も問題はない。どうやら全員無事みたいね。一応他に誰かいないか確認しとくわ。ユリゼはどこに出る？なんか目的がある？クリフォトの頂上だ。逆よ。クリフォトの頂上はこちらでは最下層。人間の血ワークマンにとって力の源、クリフォトを通して生成された存在は血よりもはるかに凝縮された力を持つわ。かつてはムンドゥスもその身の力で魔界王になった存在。まあ、全部彼からの受け売りだけどね。なんだって構わねえさ。居場所が分かればな。あんたがダンスだね。あえて光栄だ。私はニコレッタ・ゴールドスタイン。あんたの銃を設計したニール・ゴールドスタインの孫だ。あんまり似てるよな。外見は父親にでね。そんな父の研究をもとに開発したこいつを出会いを祝してあんたに送ろう。
きたいことはいろいろあるが、まあもらったぜ。俺も行くぜ、ダンテ。怪我はもういいのか。寝ててもいいんだぞ。もう足でまといなんて言わせねえ。力ならちゃんとあるさ。そういう意味じゃねえ。ただ。行かせてやれ、ダンテ。これ以上は時間が欲しい。一刻も早くやつをもらってよ。お前も来る気か。俺には最後まで見届ける義務があるんだ。分かったよ。好きにしろ。だが、住むのはお互い別にした。その方が効率がいい。先は長そうだな。あんた飛べるんだろ。飛んでいけばいいんじゃないのか。気軽に言うなよ。あれでなかなか疲れるんだよ。何見てんだてめえら。どうせねえぞ。ただでさえもう V の体は限界なんだ。力を使いすぎたらやべえんだよ。一人外れたの。まったく。つまらんな。てめえら。すまねえ、俺ももうあまり力が。ああ、くそ、もう少しだけ持ってくれ。行かなくては。やつが完全に敗北する前に。あの方が果実を手にすれば全てが終わる。あのムンデスすら果たせなかった人間の世界。くそ、もうやつと戦うだけの力はねえぞ。あの方なら分かってる。必ずや。どうにかしてやり過ごさなくては。何者？呼吸なしてどこまで行けるかな。助けが必要か。危ねえだろ。もう少しで引き潰されるとこだ。文句はレディに言え。運転してるのはあいつだ。で、何か必要なものは。隙だらけだ。もっと周りを見た方がいい。スパーダの結束か。ただ
貴様はもはや力を失った抜け殻、私に勝てるなどと思わぬことだ。試してみるか。まんざらでもねえぜ、人間の力ってもんもな。よかろう。そうか、貴様にはまた力が、その体の中に。もう出てきていいぜ。すまない、被害した方がいいんじゃないのか。体ボロボロなんだろ。そういうわけにはいかん。俺はやるな。無茶すんなよ。休んだ方がいいぜ。頼む、俺を奴のところまで、ユリゼンのところまで連れてってくれ。おい、なんでそこまで。頼む、それが俺の最後の願いだ。わかったよ。ダンテに幸越されちまうな。こいつは俺が倒させてもらうぜ。特にネロ、こいつばかりはお前には任せられねえからな。おっと、立ち去れ。ここは魔界の王のみが通ることを許される。何人たりとも通すわけにはいかぬ。どっかで見たような面だな。え、ワンちゃん、お散歩してやろうか。苦労するか、貴様。無茶すんなよ。お前にそっくりのワンちゃんも同じことしてた。かつてまだ同胞を打った。何を恐れることがある。あれはケルベロス族の王族、あまたの同胞。悪が違うわ。確かに前のやつよりパワーがあるな。だが獣のくせえのは同じだぜ。ちゃんとシャンプーしてもらえないよ、飼い主よ。これで俺が一番乗るだな。俺も本当は守ってほしかった。弟のように力が必要だったんだ。大丈夫かよ、少し休んだ方が。寝ろ。お前にだけは本当のことを知っている。ユリゼンなんて悪魔は存在しない。奴は強さを求めるがゆえに人の部分ダンテの魔
兄者。そいつが例の機能か。あんまりうまそうじゃねえな。ガンテ。思えばここは全ての始まりだな。あの日俺は母さんに助けられ、お前は一人生き延びた。だが母さんはお前を救おうとしてたんだ。知らんな。こんな光景、俺には何の意味もなかない。すべては果実が生み出した幻に過ぎる。俺が欲するのはこれだけだ。これで俺はすべてを手に入れる。違うな。あんた今失ったんだ。最後に残ってたほんの一かけらの人間らしさをな。そんなものは力なき者の戯言に過ぎる。それを思い知るがいい。じゃあ兄弟で殺してやってるってのか。自分の正しさを証明するためには兄弟だろうと戦うよりない。馬鹿げてる。そんなこと。弟にとっては兄の存在が、兄にとっては弟の存在が戦う理由なんだ。なんだ。遅かったな。もう終わるところだ。これがあんたの兄貴か。そうだ。じゃああんたの兄貴が元凶だったってのか。ああ、残念ながらな。やはり敗れたな。まあええ。うわ、離れる声、とどめを刺す。いや、最後は俺の手で、自分自身の手でやらせてくれ。もうよせ。俺に抗えないようでは、お前に勝ち目はない。俺は負けん。ダンテにだけはそのためだけに力を、ただ力だけを。わかるさ。俺たちはお前だ。お前自身なんだ。お前は俺を失い、俺もお前を失った。だがそれでも俺たちのその思いだけがつながっていたんだ。
汝の枝は我が枝と交わり、我らが根は一つとなれり。戻りやがったな。お嬢が悪いぜ。うわっ、どいてろ、寝ろ。傷ついた貴様に勝利しても意味はない。何？まずは傷を治せ。決着はそれからだ。礼を言うぞ。今のがあんたの兄貴だったら、V はどうなった？戻ったらさ、自分自身お前はもう帰れ。ふざけんなよ。俺はあいつに右腕にぶった切られてんだよ。それでもだ。バジルを俺が殺す、こいつは俺の役目だ。俺だって奴には貸しがある。あんたにだけには任したくない。ダメだ。また足手まとい。違う、そうじゃない。お前の父親だから。何？お前と初めて会った頃から感じてることだ。お前がヤマトとこうしたと聞いて、こいつは確信に。お前の父親はバージル。お前の父親殺しにはさせない。俺たちの立場が変わっていた。俺たちの運命は、あるいは違った方向へ進んでいた。決着をつけよう。だって何？何なの？まだ終わってないというの？まずい。このままじゃ巻き込まれるぞ。ダンテ！何があったの？バージルが戻ってきやがった。今から決着をつける。バージルが？ダンテ！エディに頼まれて作ってたんだが、今だけ貸してやる。ちょっと勝手に。喧嘩は後だ。早く避難しろ。
さすがに今回ばかりは巻き込まれてしまえ。お前らどうさ、バージルに戻ったんじゃねえのか。俺たちはバージルの忌まわしい記憶から生まれた。てめえも見覚えがあるだろう、俺たちの姿。そうだな、覚えてないこともない。だが今のバージルに俺たちはもう必要ない。ネロ・アンジェロだった時の記憶はない。だから俺たちは自分の意志でここにいる。てめえをぶち殺したいという意志でな。殺してやるぜ、ダンテ。バージルではなく俺たちが。勝てるはずないと分かったはずで、力をつけても所詮お前たちは薄っぺらだ。分かってるさ、そんなことはよ。だが俺たちに勝てねえようじゃバージルに勝つなんて無理な話だ。行け。お前はバージルの元に行く資格を得た。そして俺たちは消えるのさ。バージルが二度と悪夢を見ることもねえ。アバよ、楽しかったぜ、ダンテ。ああ、俺もそれなりに楽しんださ。あんたは知ってるのか、あのバージルってやつのこと。ええ、ある程度。どういうことなんだ、ダンテは。あいつが俺の親父だって。多分、そうでしょうね。私もそう思ってた。なんだよそれ。あとはダンテに任せなさい。あなたがバージルに恨みがあるとしても父親を殺すことはないわ。そうね、一生外れない稼ぎになるわ。あなたはよくやってくれた。私たちも助けられた。だからこれで。ニカ、止めろ。うさ言うな。止まったら落ちちまう。先に行け、すぐに戻る。さっさとヤマトをよこしな。もう魔界への穴を広げる意味もねえだ。欲しければ俺に勝つ。お前も分かってる。まあそういうだろうとは思ってさ。お前と戦うのは何度目だ。さあな、ガキの頃から喧嘩ばっかりだったしな。そろそろはっきりさせようぜ。どっちが上かをな。
息子、ネロのことだ。覚えはあんのかよ。俺も若かった。お盛んな子って。じゃあそろそろ、ああ、終わりにしよう。俺は孤児だから、キリやクレトが家族みたいなもんだった。ただ本当の家族がいるって知ってどうしていいかわからないんだ。あなたのしたいようにすればいいと思う。本当の家族ならきっと分かってくれるわ。そうか、そうだよね。キリエ、アル、あの兄弟喧嘩を止めてくれ。クレドのこと俺は守れなかった。今でも後悔してる。あの時の俺に力がなかったこと。だから今度こそ俺は、死なせてたまるかよ。突っ込んでろよ、ダンク。あんたじゃ足手まといだ。おい、人の言うことは聞くもんだぜ。こればかりはお前には。勝手に殺し合いしてんじゃねえぞ。罪を償わせるにしても、力を示すにしても、もっとやり方があるだろう。だから止めさせてもらうぞ、このくだらない兄弟喧嘩。そんなことでここまで来たのか。バージル、いや、ロイカ、
まあどっちだっていいさ。俺はダンテを死なせねえ。あんたもだ。もうことある。かかってこい。もし死ぬのもとで、地球を見て、人の話を聞き出し、ここで俺がネロに勝てば、お前の負けでいいな、ダンテ。好きにしやがれ。俺は少し休ませてもらうぜ。俺が勝ったら俺に従ってもらうぜ。よし。これほどか。その腕を切ってまで生き延びたってのに。いいことなしだぜ、バージル。約束だ。戦いはやめろ。それと町の魔界化を止めたい。どうすりゃいい？あの穴を閉じた方が良さそうだな。負けたんだから言うこと聞いてやれよ。俺はまだやれる。だが、これ以上魔界化が進めば、戦いに差し障るな。付き合うぜ。まだ勝負もついちゃいねえし。当然だ。待てよ。どういう意味だ。ここまで魔界化が進んだ以上、魔界からクリフォトの根を断たねばな。その後ヤマトで魔界から穴を閉じる。それで全て終わりだ。こんなことしたらあんたが帰ってこれねえだろ。だから俺も行くのさ。一人じゃ寂しかろうと思ってな。だったら俺が何のためにここまで。お前がいるから行けるんだ。こっちはお前に任せる。そういうことさ。行くぞ。ああ。おい待てよ。出しといてな。次は負けん。これまで預けておく。常識にもほどがある。何がだよ。腕だよ、腕。生えてくるか、普通。生えちまったものはしょうがないだろ。デビルブレイクを作るのにどれだけ手間がかかったと思ってる。調子いいぜ。
ってどんな気分だった？何がだ、自分の父を殺した男を助けに行くのはどんな気分だったかを聞いている。あのバージルとかいうのは一度ダンテに殺されているらしいから。まあどうでもいいさ、どっちもいなくなっちまったし。寂しいなら泣いてもいいぞ。泣かねえよ別に。悪魔みたいなやつって思うか。安心しろ、私も父の死を聞いて泣きはしなかった。だが父がいなければ私はここにいない。それだけは揺るぎのない事実だ。そうだな。だから別に泣いてもいいんだぞ。悪魔もたまには泣くそうだ。泣かねえって言っただろ。デビルメイクライ。ああ、綺麗か。今戻ってるとこだ。戻ったらきっと驚くぞ。今はまだ言わないけど。おい、なんだよ。ごめん、明日でまた出かける。腕ならもうあるぜ。そいつはプロトタイプだ。性能を示す実験用のな。意地でも使ってもらうぞ。その芸術品はお前なしじゃ完成しない。なるほどな。ご機嫌だぜ。修理だな。悪魔もたまには泣くって、どんな声で泣くか楽しみだ。これをぶった切ればいいか。どういうことだ。俺一人のことは足りるのか。面白いことには首突っ込んだじゃん。人の気はよく言うぜ。戻ってくる様子ないわね。そうね。だったらこの事務所もらっていい？そろそろ腰を落ち着けようと思ってたの。ダメよ。だったら私がもらうわ。この店の権利書は俺が持ってるからさ。どうしてあなたが？今回の仕事の前に預かったな。そうしねえと鬼のような女どもに事務所を取られかねえってよ。なんだ、帰ってくる気あるんじゃない。まったく。ってことで仕事だぜお二人さん。なんせこの事務所を維持するには金がかかる。のWe'll be right back.
これで俺が一生のあとで足を滑らせただけだ。こんなものは負けないよ。強く何も考えないんだぜ。どれだけやってもきっちり裏つかねえ。だが時間だけはたっぷりある。